シンシナティ交響楽団はアメリカ合衆国最古のオーケストラの一つ。1893年にオハイオ州南西部のシンシナティにおいて当時の次期大統領ウィリアム・ハワード・タフトの夫人によりシンシナティ管弦楽協会として設立され、1895年にパイクス歌劇場において最初の演奏会を行った。初代指揮者は オランダ系アメリカ人のフランク・バンデア・ストゥッケンが務めた。シンシナティ公共楽団は、早くからエドワード・マクダウェルやリハルト・シュトラウスなどの国際的な有名音楽家を迎えて演奏を行い、マーラーの公共曲第5番のアメリカ初演も行っている。バンデア・ストゥッケンが去った1907年、それから3年間にわたって、経済的事情を理由に解散されたが、 1909年に再結成され、イングランドの新進オルガニスト、レオポルド・ストコフスキーが主席指揮者に指名された。ストコフスキーはそれまで指揮者としてのキャリアは無に等しく、新シシティ交響楽団は彼の指揮者としての最初のポストとなった。ストコフスキーの退任後は、エルンツとクンバルトや、ウジェーヌイザイが引き継いだ。1912年に、 マーラーの公共曲第3番のアメリカ初演を行い、1917年にはその最初の録音も行った。この楽団を大きく成長させたのは、1922年に音楽監督に就任したフリッツ・ライナーである。ライナーは厳しい練習によってアンサンブルを磨き上げ、シンシナティ公共楽団はたちまちアメリカ一流の楽団にのし上がった。 バルトークのピアノ競争曲第1番のアメリカ初演も、ライナー式のシンシナティ交響楽団によって行われている。ただし、あまりにも厳しく独裁的なライナーの指導に対して、楽団員は反発し、両者の関係は最悪だった。ライナーは、自分の指示に従おうとはしなかった、管楽器奏者のすべてを一挙に解雇したことすらあったし、楽団員たちはライナーへの対抗策として、 アメリカで初めての音楽家の労働組合を結成した。ライナーの退任後、新シシティ交響楽団は、友人グーセンス、ソーア、ジョンソン、マックスルトルフラといった指揮者のもとで安定した進歩を遂げていく。グーセンスはアーロン・コープランドに作曲を依頼し、それによって誕生した市民のためのファンファーレの世界初演も行った。 1970年、アメリカの若手指揮者のホープとみなされていたトーマス。シッパーズがシンシナティ公共楽団の音楽監督となった。シッパーズは全力を注ぎ込んで同楽団の発展に尽くして、楽団の名声を高めたし、楽団員や地元の音楽愛好家たちもシッパーズを熱狂的に支持した。しかし、わずか7年後に、シッパーズは肺がんのために休止してしまった。 シッパーズ時代の1977年にシンシナティポップスオーケストラが設立され、エリック・カンゼルがその指揮者に迎えられた。その後、ワルター・ジュス・キンと、ミハエル・ギーレン、ヘッス・ロペスコボス、パーボ・ボヤルビが音楽監督の地位を引き継ぎ、2013年からはルイラン・グリーが音楽監督となっている。ありがとうございます。